皆さん高橋恵子です大変ご無沙汰な恵子チャンネルですけれどもさあ今回の恵子チャンネルは長崎県民必見知らずに損している補助金制度と題してお届けしますさて新型コロナウイルスの感染拡大によって私たちのこの生活というのはこの1年半余り日常は大きく変化をしました 私はこのチャンネルを始めてちょうど1年ぐらいになるんですが、まあ、その頃から始めたぐらいからずっと政治は暮らしに直結しているということをたびたび言ってきました。このコロナ禍こそ本当にそれを実感しているんですね。この感染拡大が止まらない状況において、まあ、日々のニュースでも感染者の数だとか、街の人でとか、まあ、いろんなデータに基づいたニュースが様々報道はされているんですけども、 私たちの暮らしにおいて一番大事なことっていうのは住んでいる町においてどういった政治取り組みがなされているのかということだと思うんですよね。国や県が主導して政治を行っていても実際実務の方はもっっととと小さいいい団体がが行っているということが多々あります。それによって対応が早い地域遅い地域それも様々なんですね。 また制度によっては国や県が発信している制度であってもそれを請け負う市や町の状況によって制度自体の内容が変わっているということもあるんですよね。ちょっと詳しい例を見てみましょう例えば現在長崎市においては5月31日まで申請期限が延長された長崎市中小事業者等一時金これは県内への特別警戒警報や 市内の緊急事態宣言が発令されたことに伴い中小企業向けに支給される一時金です取りまとめている長崎県としては長崎県事業継続支援給付金事業として進めています同じ県内でも長崎市中小事業者一時金佐世保市事業者一時支援金伊佐早市事業継続支援給付金 などと呼び方が様々で申請期間もいろいろなんですねこちらは長崎県のウェブサイトなんですが一覧でご覧いただくとおおむね申請期間が5月31日までとなっているところが多いです大村市などはすでに申請期間が終了していますまたエリアによって最大30万円が支給されるところ最大20万円支給のところこれも様々です また、申請については別途各市や町で基準を設ける場合があることを県からもお知らせしています。ちなみにこの各地方で行っている一時金とはまた別に経済産業省が今進めている一時支援金というものがあります。この2つはとてもよく似ているんですけども条件さえクリアできれば2つをダブルで申請することもできるんですよね。 ぜひこの経済産業省の方の一次支援金のページもウェブサイトチェックしてみてくださいね。そして子育て世代の方には気になる制度もスタートしています。厚生労働省の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金というものなんですけれどもこれについても国の発信ではあるんですが受け寄っている市や町の状況によって発信のスピードも様々でした。これまでは 一人親世帯に向けての対策として扱われていたこの類の給付金なんですけれども今回は二人親世帯も状況によっては適用となるというものなんですねただ一人親世帯についての発信が先でありましたのでま一、あ、人親世帯についての発信プラス二人親世帯に向けての情報も分かる限りお伝えをしている自治体もあれば二人親世帯については全く 告知していない触れていない自治体もあったりその発信の仕方というのも様々であったんですねまた長崎市においては市のウェブサイトではなく長崎市子育て応援情報サイトいい顔に子育てについての情報が詳しく掲載されていることがありますこちらがいい顔のトップページです長崎市子育て支援課が管理運営をしています可愛らしく親しみやすいタッチですよね 今回の子育て世帯生活支援特別給付金については長崎市の情報はこのいいいに掲載されていますただちょっと残念なのが長崎市で子育て情報を検索するときに長崎市のウェブサイトにのみ掲載されているものがあったりいい顔にのみ掲載されているものがあったりその情報の掲載の仕方にちょっと一貫性がないところがありまして今は私どちらも検索をかけているということがあります。 お互いにリンクを貼ったりするとこういった問題で解決をしたりとかもう一気にこちらに載せると決めてしまえばいいんじゃないかなと思うんですがそのああたりりがちょっとととと改善されると嬉しいなといなうところでもあります私は長崎市に住んでいますが同じ長崎県内でも情報がボンと発信された時にそれぞれの市や町にその情報が掲載されるスピードというのが結構さまざまで長崎市は結構遅かったりするんですよね。 大村市とか伊佐林市の方が早くて私はそちらのウェブサイトから情報をキャッチするということもありますただ情報の掲載が遅いとそれだけ窓口への問い合わせ電話の問い合わせなんかも増えるかと思いますので、まあ、情報の掲載というのは早いに越したことがないんじゃないかなという気はいたしますね 今はインターネットで情報を検索する方も増えているのでそれだけウェブサイトの更新速度が速いということはその町の実務の効率化にもつながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。と言いましてもその一方で他の町のことを知る他の町のウェブサイトを見たりとかですね情報をキャッチするというのは。 ま同じ取り組みでも自治体によってやり方が違うなということを知ることができて興味深いところもありますし実際いろんな町のやり方を知ることによって実際に自分の町で行われている政治だったり取り組みが本当にベストなのかというふうに広い視野で物事を捉えることができるかなと思うんですよね。 例えば長崎県においては私は北松浦郡小賀町の取り組みというのはたびたびウェブサイトを拝見してますけどもユニークだなとと思うことがよくあります例えばおなかの赤ちゃんに10万円を支給することにいち早く取り組んで今年度もそれを引き続き行っていくということが決まっていますし給付金の種類が豊富で産業豊かな小賀町ならではのものがあったりします。 小さい町ではありますがおじか地域おこし協力隊による youtube チャンネルでは地元の情報が積極的に発信されていますもちろん町の規模によってできることできないこと強みも様々だとは思いますが自分の町の取り組みがすべてではないという視点を持つことも大事だと思うんですよねということで今大切なのは その街の取り組み、どういった対策を打っている、そういったことはもちろん大切なんですけれども、そういったことを広く分かりやすく伝える発信力だと思うんですよね。この一年余りのコロナ禍で、いろんな補助金とか給付金についての情報も発信をされてきました。本当に対応されている自治体の方々のご苦労というのは、 すごいものがあるとは思うんですけれどもただその発信がなければその情報をキャッチできずに生活が立ち行かなくなる方というのもたくさんいらっしゃるわけなんですよね今こそ発信力その力を発揮する時だと思います発信をするということはそれだけいろんな取り組みについて理解をして自分の中で落とし込みをした上で発信をしないといけないということなのでまあ、それだけに すごく労力がかかるものであるんですがそれを経て私たち市民に分かりやすく情報を発信してくださっているまあ、議員の方だったりとかその街に携わっている方というのはすごくありがたいなと思いますね私たちは正しい情報を得られないとより良い判断というのができませんということはそういった正しく分かりやすい発信ができる方がたくさんいる町というのがより良い街そういった街に住みたいですよね 選挙の時は候補者の方が掲げる対策だったりとか目標だったりそういったものはもちろん大切なんですがそれを県民市民にわかりやすく正しく伝えてくださる発信力を持つ方というのを候補者としてやっぱりプッシュするということがすごく大切じゃないかなと思いますこれは私が最近諫早市長選挙に関わらせていただいて改めて感じたことでもありますそして私たち市民も自ら情報をキャッチしに行く という姿勢を忘れてはいけないと思うんですよね私たちの人生においては知っているのか知らないのかによってその先の運命が大きく変わってしまうということが多々あります悪い方向に向かっていかないためにもしっかりと正しい情報を発信してくれる人そういった方に地方政治に携わってもらって私たちは私たちで自ら情報をキャッチしに行く姿勢を持って広い 自分たちと街がすべてではないという広い視野を持っておかしいものはおかしいという訴えをしていくということがこれからの地方政治においてはすごく大切なことなんじゃないかなと思います政治は暮らしに直結している本当に日々実感していますということで今回の蛍光チャンネル久々でしたかいかがだったでしょうか皆さんのお考えも聞かせてもらえたら嬉しいです本当 一人はコロナ禍できつい状況が続いている方もたくさんいらっしゃると思います。情報をキャッチすることで救われること、何か新たな対策が打ち出せることというのもあるかなと思います。私も今自分に何ができるか、そういったことを常に自分に問いかけながら、毎日を過ごしていきたいなと思っています。きついですけど、頑張りましょう。また次の動画でお会いしたいと思います。今回もご覧いただきありがとうございました。高橋恵子でした。